週もやってまいりましたレトロゲーマーズのお時間でございます。この番組はですね、まあ、ゲームおもちゃ昔のおもちゃなんかのね、あの懐かしいものをですね皆様にお届けする、トークバラエティ番組自分で言っちゃった大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、あのバラエティ番組ですからね、はい、専門チャンネルではございませんということでね、はい、楽しくやっていきましょう。ぜひね皆様にね、お楽しみいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、今週も司会進行私林がお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。で、カメラ兼声のアシスタントということで、はい、おじきでございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、おじき、はい、寒くなってきましたね。寒いっすね、もう寒くなってきましたよ。こんな寒い中なんですけど、ええ、北海道行ってきました。いやすごいですね。聞きました、聞きました。行ってきたんでしょ。行ってきたんですよ。どうでした、どうでした。うん、まあまあまあこんなところかなっていう感じではあったんですけど、おじきにお土産買ってきました。お、なんですか。おじきにお土産買ってきました。え、なんですか、いきなり聞いてないですよ。え、なんですかそれは。お、どうぞ。あ、まあ、こっち開けた方がいい。開けないと分かんないですね。開けてください。あ、すいません。開けていいですか。あ、どうぞ見せてください。もうどういうもの、はい、ありがとうございます。すいません、本当にね、これもうおじき欲しがってたから。これ、え、まさかこの間言ってたやつですか。そうです、そうです。何、バーン、おじきのロゴ入りの白い恋人キーホルダーです。おめでとうございます。あ、確かにこれは欲しいかも。おじきのロゴ入りです。うわー、こんなのあるんですか。はい、ありがとうございます。すいません、はい、いただきます。はい、こんなんですよあ、ほんとだ。お、かわいい字が。そうなんですよ。てか、食べるよ、これ。俺、間違えて食うぞ、これ。いやいや、匂い嗅がないでください、匂い。いや、それは嗅ぐでしょ、これ。いや、そうなんです。え、だってこんな成功なんですよ。何これ。今日もじゃあ、おじきなんか持ってきてくださってますか。はい、今日は僕の大好きなゲームなんですけど、はい。まあ、もうこれもついにやる日が来たかと。え、もう僕大好きなんですよ、このゲーム。そうなんですか。このゲーム&ウォッチ大好きで、じゃあちょっとお渡ししますね。はい、はい、こちらでございます。はい、はい、はい、というわけで、はい、今日のゲームウォッチはチャルメラでーす。わーい、このくだりマリオの回でもやったわ全く同じくだりなのこれいや、いいですね、いいですね。さすが林さんだ。先週もやったんだよ、このくだりは。いいな、同じくだり。しかもいや、このゲーム好きなんですよね。いや、好きじゃないよ。好きかもしれないけどさ、はい、美味しいラーメン作るゲームでしょ。ちょっとこの場を借りて言わせてもらいますけどね、はい、最近ね、ちょっと自分がウケてるぞって思ってね、調子乗ってるぐらいの話があるんですよ。そんなことはないですよ、僕。林さん、ちょっと今日ちょっとチャリメルのくだりやった方がいいですかねとか言って勝手にやれ、そんなもん。こっちは勝手に返すわ、もう本当に、もうね、なんかね、最近ちょっと欲張りな節がね、見え隠れ、まあ、前からあったんですけど、はい、いや、病気が進行してる、おじ病ステージ3に来てる。そんなことないですよ。本当に危ないですよ、本当に。いや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 、そんなことは、もう純粋に皆さんが楽しんでいただければ。え？今ヒューって。やめてくださいよ、本当に。本当にやめてくださいよ。ヒューってなってますよ、今。え？マジですか？今僕もなんか変なこと言いました。本当、今一番寒いのはおじきと貧乏散財ブログですから。なんか関係ないチャンネルの名前言わないでください。ついでに殴っときました。今週はシェフ、はい、ゲームの説明書させていただきます。はい、お願いします。はい、こちらのシェフなんですけど、はい、1981年の9月発売です。1981年、出た花の81年組来ましたよ。はい、はい、ワイドスクリーンシリーズの第4作目でございます。はい、あ、4作目ね。4作目、なるほど。で、ゲームウォッチとしても、通算第12作目ですね。はいはいはい、もうだいぶね、熟練してきましたね。そうなんですよ。はい、で、ゲームの内容なんですけど、はい、キッチンで奮闘するシェフの姿を描いている作品です。ゲーム地恒例の、はい、理由がわからないシリーズなんですけど、はい、ある日突然気がついたら、はい、たくさんいるはずのシェフがいなくなっちゃって、料理長たった一人だけになってしまった。なるほど。もういなくなっちゃった理由は不明なんですよ。全くわかんないです。はあ、気がついた一人。ほう。はい、シェフが一生懸命だから。ワンオペだ。ね。ワンオペなって、そう。そう、ワンオペ、ワンオペ。つまり、好きやってこと？いやいや、待って。そんな前、渡しちゃダメよ。好きやってことですか？いや、好きやのイメージありますけど。好きや。違いますよ。好きやじゃないですよ。違うんですか？当時好きやないでしょ。
81年当時は。まあ、ないか。ないですよ。ないか。もう延々といつ帰ってくるかわからないシェフたちを待ちながらフライ返しを。この人は待ってるんですか？待ってるんです。他の人たちが帰ってくるまで。絶対その設定ないんだよな。俺たちが勝手に作ってんだよ。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。ちゃんと見てますから。説明書とかに書いてあるんですか、それ。それで書いてあります、書いてあります。本当ですか？大丈夫です、大丈夫です。任天堂警察がみんな来ますよ、書いてあるの。書いてねえぞって。大事です。本当かなぁ。一応いろんな文献とか調べてますから、大丈夫です。怪しいなぁ。おじきのとんでもストーリーの披露の場になってる気がするんだよ、ね、怪しいんだよ、ね、そんなことはないでしょ。大丈夫ですね。大丈夫です。わかりました、はい、いわゆるこのゲームはシェフは、はい、受け止める系のゲームなんですよ。受け止め系ですね。受け止め系です。はいはいはい、はい、食材側の画面上どんどん舞い上がってますので、はい、プレイヤーは左右に動いて、はい、食材を落とさないように受け止めていく。なるほど。っていうゲームですね、はい、いわゆるフライ返しを続けるゲームですね。はい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 、はいはい、で3回床に落としてしまうとゲームオーバー。ああなるほど、はい、いつもの3期パターンですね。そうなんですよ、はい、でだんだんそのフライ返しを続けていくと、まあこれまたゲーム落ちあるあるなんですけど、はい、得点を重ねるごとにだんだん食材の落ちるスピードが速くなる。まあまあまあよくあるやつですね。そう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 、はい、で100点を超えるとまたゆっくりになる。はいはいはい、この繰り返しですね、うん、今回このシェフというゲームの結構重要な要素なんですけど、はい、画面のですね、左端の方に、はい、猫がいるの分かります？いる。名前はその名の通りお邪魔猫って言うんですよ。あ、こいつお邪魔猫って名前があるの？あ、でもあります。これ説明書にちゃんと載ってます。あ、そうなんですね。お邪魔猫なんです。お邪魔猫なんだ。まんまですよ、特にひねりもなく、まあまあうなぎ犬みたいなもんですよ、ね。まあそうですね、うなぎ犬のお邪魔猫ですよ、ね、懐かしいな、うなぎ、そうなんですよ、でこのお邪魔猫、その名前の通り、はい、画面の左上にあるカゴにおとなしくしているんですけど、はい、いきなり突然飛び出してきてですね、なぜか手にフォーク持ってまして、で左端の食材をこちらの全く予期しないタイミングでいきなりぶっ刺してくるんですよ。食べるわけでもなく、ただ止めて、でいきなりパッと離してくるんですよ。おてんばだな。何がしたいんだこちらからすると、本当にタチが悪い猫なんですけど、はい、この猫のせいでこのゲームが非常に難しくなっております。皆さんこちらの映像を一度ご覧ください。はい、おじきのワンポイントアドバイス。このゲームで最大の障害となるお邪魔猫、左端の食材をいきなりフォークで止めることによってペースを乱してくるぞ。お邪魔猫に注意して冷静に対処すれば全ての食材はキャッチできるぞ。とにかく落ち着いてプレイしよう。つまりまあ、お邪魔猫止めてくるのに気をつけろっていうことですね。端的に言うとそうです。そういうことですね。はい、わかりました。はい、じゃあシェフ挑戦していきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いしま す。はい、ではプレイの準備ができましたので、挑戦していきたいと思います。じゃあお願いします。 A モードでいいですかね。 A モードいきましょう。ゲーム A スタート。お願いします。落とさないようにお願いします。危ない。もう？いきなり危なかった。もう？もうですか？難しいですね、割と。早いですよ。マジっすか。やっぱ、ええ。後期の作品、後期でもないのか、中期ぐらいか。そうです、中期ですね。の作品だけあって、やっぱスピード感がだいぶ速くなってきてますね。はい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 。割と差し込みできますね。はい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 。あ、できるんですか？割と差し込みが。出た。ゲーム中央語、差し込み。はい、微妙なタイミングで落ちてくるんですよね、割と。ああ、はいはいはい。そういう時は、まあ、多少、こう、処理する順番間違えたとしても、はい、差し込みでなんとか間に合う感じがありますね。ああ。ただ、それもまあ、今、まだ100点台だから、なのかもしれないですけどもね。はい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 。これがもっとスピード速くなってくると、差し込みはちょっと難しくなってくるのかな、と。はい。100点を超えました。ありがとうございます。はい、そうですね。190点。おミス帳消しになるか。はい、200点、はい、おめでとうございます。帳消しでございます。あ、遅くなった。遅くなりましたね。これ遅くなるとまたペースが乱されるんですよね、これはこれで。ゲームウォッチのさりげないなんかいやらしいとこですね。そうなんですよね、やっぱテンポが変わるからだんだん難しさが増してくるんですよね。はい、はいはいはい。あ、危ない。まあ、差し込めた今。おお。まあでもしかも話しながらやってるからなかなか大変ですよね。いや全然ですよ。マジっすか。弾き語りみたいなもんですからね。
シンガーソングライターですから僕は、はい、聞いたことで、はい、ゲームウォッチのゲームを弾きながらこう語る、はい、そうですね、ゲームウォッチマスター。早い早い早い、え、すごい音しました今、すごい音しません？400点おお、おめでとうございます。もうとっくに超えられてるわ。400って言ったことないわ俺。すごいな。480。おっ、あー、でも大丈夫ですよ多分、うん、ね、あ、ちょっとで。いやでも連続詞あるんで気をつけてならないですよ。そうですね、確かに。お、すごい音してる。チャットがね、触るだけって時が出てくるんですよね。ファッファってムカつくな。あ、な、復活した瞬間で死んだ。おいおい、え、大丈夫ですか？それはないだろう。おお、500点いったんですね。500点はいきました。おめでとうございます。あの点数が上がってくると、ええ、挙動っていうか、あのこう、ええ、こう上げる時の高さが低くなってくるんですよね、ええ、ああ。そうするとどこが落ちてくるのかっていうのを判断するタイミングがね、ああ、死んじゃった、ね、あー、ない、リーチが。あ、そうなんですね、ええ、だどんどん難しくなってきますね。高く上がるとそれだけこう落ちてくるタイミングを測れるんですよね。まあまあ余裕ができます。やってしまった。あー、そっか。やっぱ500点入ってからの難易度の上がり方がね、ええ、すごかったです。あー、はい、低空ですかやっぱり。そう、やっぱ低空がね、なかなか厳しかったですね。うわ、にくいな、難易度調節だな、はい、エンディングです。はい、はい、というわけで、シェフ、チャレンジしてまいりました。ね、スピード感がね、すごくあります。で、500点までと500点からの世界が別世界、はい、これはね、ぜひやってもらいたい、はい、500点までは割とね、放物線が結構高い挙動をね、うん、描くんですけど、うんうん、500点になってくるともうね、全然フライ返さないですよ、こいつそれまでひょいーひょいーだったのがというわけで、はい、まあ、スピード感があってね、すごく得点がよく入るってことが気持ちいい。いいですね。気持ちいいゲームですね。なんか他のゲームでもできたりするんですか？ DS お料理ナビっていうゲーム、知ってますか？ああ、知ってました。お料理ナビ、はい、あれに収録されてるんですよ。あ、そうなの？はい、お料理ナビに入ってるの？入ってるんですよ。DS でやれちゃうんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。てか、お料理ナビに入れてきたってめちゃくちゃ面白いですね。面白いですね。任天堂らしいですね。へえー、あ、そうなんですね。はい、シェフをやってみたい方はぜひ DS のお料理ナビを、はい、ご購入いただければと思います。喋るお料理ナビですね、はい、はい、よろしくお願いいたしますと。はい、というわけで今週の、レトロゲーマーズはこの辺で終わりにしていきたいと思うんですけども、次週レトロゲーマーズのおじき、来週はですね、はい、林さんにぜひ人命救助をやっていただきたい。人命救助、はい、またおかしなこと言い始めたなあの里芋野郎がということで、今週もレトロゲーマーズ、この辺で終わりにしていきたいと思います。今週もお送りさせていただきましたのは私林とおじきでございます。でお送りいたしました、この動画見ていただいてですね、よかったなと思っていただきましたらですね、ぜひいいねボタン、またチャンネル登録、こちらの方もですね、お願いできたらと思います。はい、おじきなんか言い残したことないですか？ないです。はい、何ですか？ないです。なんですか？いや、白い恋人ありがとうございましたって言おうと思ったんですけど、ありがとうございました。はい、じゃあまた来週もこの時間にお会いしましょう。また来週、バイバーイ。